崎チャンネルプレミア12サムライジャパン選手候補、はい、ということで、はい、勝手にジャパンです、はい、これ里崎ジャパンじゃなくていいんですか。うん、勝手にジャパン、勝手にジャパン、はい、里さんだったらこの人選ぶよっていう、ね、うん、そうそうそう、はい、だからまあ今年のね、うん、活躍込み、はい、プラス、うん、怪我してる人はもう選びません、うん、はい、っていうところで本当はねキャッチャー山本がね、うん、人だったけど、うん、ね、やっぱちょっとなかなか難しそうだからね、さすがに苦しいやろっていうところがあるんで、はい、あとメジャーの選手も選びません、はい、だからこれプレミア中に出れるそうな選手の中から、うん、はい、だからこれあと辞退とかもあるから ね、 あ、そうですね、プレミア中にはね、うん、今年のプレミア中に何もかかってないのよ、うん、そういったところでね、まあちょっと佐々木朗希も辞退してたもんな。そうですね、うん、プレミア中にね、はい、だそういったところもあるから、体にねちょっと不安がある選手とかっていうのもあるからね、はい、まあ、オフ期間突入したすぐだからね、はい、12月、13日バンテリンドームで開幕戦だからね、その後15韓国、16台湾、17キューバ、18ドミニカ共和国と、台湾で試合をして、うん、でその後勝ち抜いたらスーパーリーグ21、22、23を東京ドームで、うん、A グループの 2チーム、 B グループの2チームが来て戦って、うん、で24日が決勝戦っていうところになりますから、うん、じゃあまずは、うん、キャッチャーから選ぼうかな。お、俺キャッチャーは、うん、もう確定は甲斐、はい、経験値ソフトバンク、うんうん、で坂倉、おー、やっぱオールスター明けからの打撃がすごいやん、うん、でしかもファーストでも出れるからね、はい、うん、まあ、ワンチャンサードもいけるからね、うん、でもう一人やる、はい、誰行くか、うん、本当は山本選手だったけどっていうところで、本当はもうここ山本だったの、うん、でこれでパリーグセリーグはいるから、はい、どっちからどこでもいいんですね。じゃあともう一人は、うん、誰ここに来んのが、うん、森尾は佐藤俊也と、あ、打てるっていうところで、うん、うん、で、うんうん、ここで大事になってくるのが、はい、どっちのチームのピッチャーが選ばれてますかやね。ああ、そうですね、うん、じゃあちょっと一旦保留、うん、一旦保留、はい、うん、キャッチャー3人目保留、うん、で、ファースト、うん、セカンド、はい、サード、うん、ショート、内野選ぼ、はい、ショートは、うん、もう長岡やろ。おー、今年の12球団でって言ったら、はい、もう多分もう長岡がレギュラーやと思う、うん、ショートは。で今までだったら源田選手とか、うん、だったけど、うん、ここまでって タイトル取るかもしれんしな、うん、そうですね、うん、最短打でしたっけ、うんうん、セカンドは、はい、もう牧でしょ、うん、これはそこはもう外せないですね、うん、吉川も頑張ってるけどね、はい、やっぱ実績もあるしね、うん、まあ、なんか薬飲みながらやってるらしいんで、うん、もしかしたら休ますかもしれないですね、うん、吉川、うん、はい、ってなった時にで、うん、サード、はい、宮崎もあるからね、うん、栗原もあるんだよね、うん、サードは、はい、清宮もあるからね、うん、おお、若いところで、で岡本どうするかもあるんだよ ね、 そうですね、岡本がファーストなのか、うん、サードなのか、はい、で村上選手は、あ、村上もあるね、はい、サード村上、うん、ファースト岡本、まあ、それが妥当な気はしますよね。やっぱ村上岡本選手は外せないなっていう感じは。いや、清宮も入れたいよね。うん、今のまあでもまあベンチもあるからね。まだちょっと、ね、まあ、ね、まあ、スタメンを、ね、スタメンちょっとレギュラー格考えよう。はい。外野。ポンちゃん入れられないですもんね。今ね。うん、そうだね。はい、ちょっとやっぱ来る、ちょっと無理だよね。うん、やっぱこうプレミア12に行くのはね。あれ山川選手大丈夫でした？うん。山川選手は。まあ岡本入れちゃってるから。まあそうですね。うん。うん、まだあと控えはまだ後で考えれる。はい。外野。外野。辰巳。いや、私はもう辰巳選手推しです。辰巳派？最多安打。近本もあるからね。ありますね。だから外野いっぱい、外野いっぱい名前出していくと。周東選手とか。あ、周東だね。うん。だからもうちょっとあのソフトバンク、ソフトバンクは、はい、頑張ってるけどちょっと柳町とか正木とかちょっと入ってこないだろうね、多分ね、はい、で次に日本ハム万波、万波選手、万波、水谷、あとは松子はノミネートされるよね、うん、でロッテ、うん、まあ、岡やな、はい、ノミネートされるとしたら、うん、で楽天辰巳、
五号。オリックスはちょっといないね、うん、ノミネートは。そうですね、うん、西武もちょっといないね、うん、で西川あ逆転の西川ですか。まだまだ選手はないか。まだないまだないまだないか。でジャイアンツ、はい、外野、まあまさまあさすがに浅野とかまだないと思うねんな。そうですね、ちょっと早い感じありますね。丸、のやつもね。で2阪神、はい、近本ね、はい、あ森下ワンチャンあるね、うん、森下ですね。3位 DeNA 梶原あるね、梶原あるね、で広島、はい、秋山もう休むか ね、うん、ベテラン、そしたらなかなかそこまでかな、うん、で中日細川、あ細川ね、あ細川、まあ、岡林がちょっとね、ちょっとはね、うん、ちょっと今年はお休みだね、はい、今年の成績じゃ、うん、でヤクルト外野わおらんな、ね、うん、この中からだね。そうですね、うん、多分外野は、はい、近藤とか、まあ、柳田も無理だろうしね、うんうん、そしたら細川は入ってくるかな。入るでしょう。うーん、センターえ28人、じゃあ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13、ピッチャー13人として、はい、野手15、誰いきます。やっぱ周東は確定やんな。うん、まあダイソーでも出られる。怪我大丈夫なんですか。あ彼の怪我の状態は安全に休みの可能性あるからね。まあまあ優勝しますからね。うん、まあ、周東は入ると思うね、はい、普通に戦えれば、うん、日本シリーズまで、はい、シュートはまあ入るよね、うん、はい、なんかパンチ力っていうところで細川選手ですか。細川入るよな。そうですね、うん、入ると思いますけど ね細川はね、近本選手の安心感もあるけどな、うん、で レフトはレフト梶原も入れたいよね。梶原だってセンター以外も守れるもんね。守れます。梶原だ ね、梶原だね。おあと2人、万波か森下やで。森下で、うわ森下選手もいいな。森下でだから万波か森下と近本か辰巳だから、どっち一人ずつ。僕だったら森下と辰巳選びます。あ私もそうかもしれないな。でも万波の守備エグいよ。辰巳選手の守備はエグいよ。いやいや、ライトで、あライトでライトでだから、細川はレフトもいけるやん。あそういうことか、ね、万波のライトの守備力はえげつないよあれ。えげつないですね、抑止力ない。近本か、だからここをまあ辰巳にじゃして、で、万波か森下、これもう佐藤さんの好みじゃないですか、もうこれは、うん、やっぱ万波にしよう、やっぱ守備力、守備、やっぱ守備、うん、やっぱあの定位置からホーム楽々アウトの方はでかいよね、でかいですね、守備、やっぱ守備は、うん、で、キャッチャーが森か佐藤だからね、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、内野のバックアップはいるね。うん、ユーティリティ性のある方ですかね、うん、でもシュートはまあ守れるっちゃ守れるからね、どっちも DH 山川ってイメージだけどな。でもユーティリティ性があった方がいいのか、うん、でファーストは何かあったら坂倉とかもいけるから、ね、あそうですね、まあ、佐藤俊也がもし入ったら佐藤俊也もいけるし、うん、それは二遊間で言うと、じゃあロッテから野手おらんな、はい、もう無条件でおらん、無条件でおらんか、うん、でソフトバンク優勝チーム、うん、だからまあそこからやったら山川か、はい、栗原ね、うん、で牧原、はい、UTT、うん、で3位、ロッテでしょ、2位ハム、ハムの内野清宮ね、うん、まあ、清宮だけだね、うん、で楽天はちょっとおらへんな、うん、いても小深田だからね、とか、うん、ショートで村林選手とか、うん、オリックス、うん、まあ、今年の活躍じゃちょっと厳しいな。そうですね、うん、西武源田、源田選手ですね。でジャイアンツ、うん、はまあさす門脇ないやろさすがに、うん、で阪神中野ね、中野選手か、佐藤輝、うん、大山、うん、DeNA だから宮崎ね、うん、選ぶ。で広島矢野ね、うん、矢野小園、中日、うん、内野おらんか、福永、まあないよな、うん、まだまだ早いよな、うん、でヤクルトはもうおらんな、はい、でこん中から3人、
でも二遊間のやっぱ控え絶対いるから、うん、矢野まあ守備はね、守備もあるしね、うん、忍者ですよ。で二遊間いけるしな、うん、矢野矢野は使えるよな。使えるというか、まあそのベンチに置いてるとバリエーションも増えますよね、うん、清宮選手いっちゃう。でも村上とかもいるからな、打つの、うん、あと DH が誰が出るかだから清宮入れときたいよな。そうですね、うん、やっぱ清宮入れよ。中野も矢野と被るような、うん、中野かな、矢野じゃなくて栗原。そうですね、やっぱ矢野、うん、矢野やったら中野でなあいい気もするし、矢野くん経験してほしいなって思いもあるし、あるしな、そこはね、うん、矢野もちょっと経験してほしいな、あるよね。そうなんですよね、うん、あと小園も経験してほしいな、あるけどね、うん、いいからね、うん、矢野選手の方が規定乗って打ってもいますね、中野選手よりね、今年で言うと、うん、村上 DH に回して清宮 D、 あ清宮 D もあるよね、うん、矢野、清宮、ちょっと後で考えよう、はい、じゃあ先発しましょう。竹内、うん、竹内ね、うん、竹内、戸郷、高橋宏と東、佐伯、佐伯、戸郷先生最後結構崩れましたからね、何連敗かして、うん、伊藤博美、あー伊藤忘れた、抑え乗本、大勢、うん、大勢、栗林、今井達也もいるでしょ。うん、今井もう先発も決まっちゃった。6人あ、決まったんですか。うん、うん、次もうリリーフだから、リリーフ、そうなんですよ、リリーフ、鈴木翔太、おお、キリシキ、あ、キリシキ、松山、あ、松山ね、うん、石井、あー、阪神の、阪神ね、うん、安心感あるよ、阪神ある、うん、難しいかもしれんけど、小田島とか言ってほしいなと思うんですけどね。ああ、小田島入れとこうよ、うん、入れてあげたいですよね、うん、やっぱり小田島、うん、今鈴木沢投手もいいし、藤平投手もめっちゃいいんだよな。どうします。でも左もう一枚いるね、左、あ、川野龍聖、おお、左、鈴木、うん、ピッチャー、宮城入れたいよね。まあでもこれかな、竹内、戸郷、高橋、ヒロト、東、佐伯、伊藤、伊藤ひろみどっちもいけるしな。どっちもいけますね。鈴木、桐敷、松山、石井、小田島、あ、左2人いるな。大勢、大勢は絶対いる。大勢、栗林、はい、2枚看板小田島、石井、うん、松山、桐敷、鈴木で、キャッチャー1人。打率で言ったら森選手3位ですもんね。うん、森や、いや、うん、もう内外やっぱ森やな。やっぱり森なんですよ。うん、やっぱ森や。まあ、佐藤選手が4位ですよね。うん、頑張ってるけど。うん、うん、で、あと1人野手。はい。でも小園とかも経験させてやりたいんだよね。うん、そうですよ、ね。プレミア12だからっていうところありますよね。1回ね。ちょっと若手使ってっていう。うん、小園だから。うん。やっぱ中野にしよう、中野清宮にしよう、やっぱり。広島いっぱいいるもん。そうですね。うん、やっぱこうチーム性もあるからね。うん。うん、最後一人、右がおらんねんな、宮崎にしとこう、やっぱ右がおらんから、はい、右入れよ、これでいこう、はい、うん、まあ知らんよ、本番はどうなるのか。今佐藤さんがこう決めた感じだと、そうそう、あ、うん、そうそうそう、この、うん、ちょっと難しいね、はい、こっからまたメジャー組も入ってきたら、またさらに難しくなるけどね、うん、うん、まあプレミア中にね、はい、佐々木、Amazon プライムで解説しますので、はい、ぜひ見てください、はい、ということで、皆さん、だから皆さんの28人も、うん、はい、コメント欄で、はい、ぜひ書いてもらって、うん、選ばれてなくていい選手いっぱいいますからね。そう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 、うん、失敗とかないからね、はい、全員正しいから、はい、はい。